はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、タウズやっていきましょう。ビッグコンフィションコンフュージョンコンフュージョン。はい、はあ、ほう、盾がいる。これなんだろうな、瓶か、毒瓶か。ああ、毒瓶がいいのか。まあ、忍者ってわけにいかなそうな。そう、ちょっと盾がめんどくさいね。待って、なんかまあ、固まってるし、投石とか呪文とかちょっと一気にやる系でドカンと。はい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 。じゃあちょっと投石は遠くから打ってみようか。うん、2個置いてもいいかな。2個置いて、で左右になんかちょっと展開しておきたいね。ああ、いいんじゃない、こうかな。ああ、いいんじゃない。でも最後なんか60余ったんで、真ん中になんかおとり置いとこう。なんかこんなバードみたいなやつ置いといてな、はい、すごいね、最前線だね。もうちょっとこっちにしといたら、後ろにしといたら、あ、それでそこに集めさして、あ、いい、おいー、バードは死ね。まあまあ、いや、あ、毒瓶強いな、毒瓶。まあでも毒が毒瓶に、あー、無理かな、もうこれ。そうだね、ちょっと無理かな。アーチャーちょっと弱かったかな。アーチャーそんな悪くもねえんだけどな。毒瓶が厄介すぎる。毒厄介だね、毒厄介。まあ、味方にも当たってっけどね。 あと毒瓶4体なんだけどな。毒瓶か、後ろにいる毒瓶だな。あー、じゃあじゃなかったか、投石じゃないかな、投石じゃないか。あ、バリスタで貫く。後ろの方でなんかそういうのないの？後ろの方で、うん、後ろの方の、あー、あ、じゃああれを使うか、とうとう。あ、でもダメだ、3600だ、うん、それダヴィンチタンクを使いたかったんだけどな。後ろ後ろ、それ何？リーパー。ほう、ちょっとリーパーの動きを、ね、強そうだね。ちょっとそのまま見てみよう、何やるか。まあ多分負けると思うけど、はいはい、え、強くない。君強くないか。え、だって犠牲者をこう刺して、強っ、 えげつね。ちょっとなんか、お、サクサクっと、サクッと、強っ。なんだお前、強くないかお前。で、こう犠牲者をこう溜め込むのが怖い、普通に。強っ、一撃で、やば、え、なんだこいつ。始まったか、始まったかこいつ、とうとう。あ、900だ。あ、900で、これはなんだこいつは。キングじゃない、キングかな、キングがないとかなんか。あ、じゃあ同じ900ぐらいのぶつけたいですね。あ、忍者、いや、無理だな、盾があるから。そうだね、ノックバックは無理だな。ミノもダメだし、なんかこんなもんね。あっ、なんか喋ってましたね、でもね。なんか喋ってましたね。え、刺さってる、うん、刺さってる、ね、あ、これがね、うん、あ、それ股に刺さってる、股に。痛そうな。あ、痛そうっすね、はいはいはい、これ、なんか一対一の決闘申し込んだのにね。武器に、一人は兵器を持ってましたね、肩や。お、あ、なんかこいつら、あ、毒瓶だ、毒瓶か。リーパーでいいんじゃない、いけるかな。後ろに、後ろ、すごい後ろに行こう、すごい後ろに。じゃあ1体は前に置いて、1体はすごい後ろに置こう。そう、2段構え。なるほどね、2段リーパーで、背余ったから投石でも打っとくか。あー、いいんじゃない。投石は、あ、かき乱してもらおうよ。あー、爆走兄弟でいっか。爆走兄弟ちょっと後ろに置いて、そう、じゃあこんなもんで死神が、そう、通り過ぎたぐらいで。死神毒食らわないんじゃないかな、多分。食らってる食らってる食らってる。あ、食らってるか。食らってる。でもこれ、こうやって刺してくんでしょ、硬い。あ、強い。この上にいる最中にはちょっと使えないんだね、きっとね。なるほどね。あ、はいはい。そして大丈夫、第2波が。第2波が。すごい。すごいね。ひどいわこいつ。すげえ、もうゲーム変わったもんな。変わってきたね、強いわ。マンモスが言ってる場合じゃね。おっと、これはもう貫きでしょ、これ。貫きか、貫こうよ。いやー、でもね、突っ込んでくるやつらじゃん。ちょっと後ろにしよう、もっと後ろにして、なんか前で、して、
そうね、前でなんか爆走する？いや爆走しちゃダメだよ、吐き乱しちゃうから。おとりになってほしい。どうしよっか、バード？バードとどっか行っちゃわない？もう戦えるやつがいいか。そうそう、戦えるやつでいい。盾持ちとかでいいと思う。ああ、いいんじゃない。ああ、いいじゃん、そういう面ごと味方ごと全部貫くという。ぶち殺してもらおう。ほら、はいはいはい、飛んでくるでしょ。飛んできて、飛んできて、飛んできて、準備が、バイバイって。あれ、あ、そんなバイバイしない、ね、そうだね。細いから当たりづらいんだろうな。あ、頑張ってほしい。でもここのまとめてんのいいね。まとめてんだったもん。 あ、勝ったね。そんな今、そんな最後そんな刺さったか。そんな刺さったか。うまく多分貫いたんでしょうね。まあ、作戦通りになったってことか。梱包がなかなか、ね、強かったのかもしれないな。奴、ね、らが結構削ってくれたのかもしれないな。ね、なんか今回トントン拍子っすね。そうですね、ミノか。いや、やるこれでいいんじゃないの。これ3体で1人忍者にしよう。あー、確かに、うん、これさ、掴めないでしょ、多分ミノ。どうなんだろうね。おでも、あー、なるほどなるほど、まあ、なるほど、一撃ができないんだね。はい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 、はい、でもね、でも強いな。とんでもなく強い。あ、強い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 。あ、でも死んでて、2体やられてるね。あ、負けたか負けたか。さすがミノ、ミノタウルス死神に勝てんのね。強いね。ああ、即死技が使えないからな。でもな、でもなんかミノにはなんか数でいい、 OK みたいな話じゃなかったっけ。やる、うん、うわ。戦争だ、戦争戦争戦争だよ、戦争。もう行くぜ。重い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 。さあ行け、行ける行ける。オラ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 、負けれ。オラ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 、重い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 。オラ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 、プレイグテール思い出しますね。ネズミが、うおうおうおう、あらららら、やれやれやれ、重い。もう倒せ、いけいけ、やれ、ぶっ殺せ。ダメか、いや負けて、お、で勝ちたかった、したかった、したかった、したかった。倒してる、倒してる、倒してる。倒してる。いや、やはり数の暴力っすね。そうですね、ミノね、団体に弱いんだよな。かわいそう。かわいそう。やっぱミノにはね、数だな。そうね、はいはいはい、お互いに。あ、なんすか、930と。これはもう忍者一人でいいんじゃない。830か。でもこいつノックバック効くかな。ノックバック効くかどうかなんだよね。こいつだけでいいんじゃないの、これ。あ、ちょっと、あ、さすがに一人じゃ無理か。うん、そうね、一人だとノック。もっとじゃあ後ろに置けば。後ろに置いて、そうだね、結局ね、まあ、やってみようぜ。とりあえずなんか置く。そいつらごとやられるのでは。まあいいけど、やってみよう。ああ、なるほどなるほど、範囲でね。でもすごいね。横っ腹をね、横の腹を横の腹に手裏剣をザクザクザク。見てる見てる、めっちゃ見てる。ガン見してる。これどんな気持ちで。かわいそうに。運が良かったですね。かなり運が良かったっ、ね、忍者だって斧の上に立ってるもんね、これね。よくわかんない。おしゃれ勝ちですね。おお、決まりましたね。さすが忍者効かない。かわいそうに。なんだ、エンジェル飛んでるね。天使兵みたいな。おお、エンジェルの後ろ、これ何、これ。エンジェルに、これはもう、そうですね、うん、一撃で倒せんのかな。いや、まあ倒せないと思う。あ、そこに置く。あ、なんかまあ広げてやってみよう。あ、まあ、とりあえず、あー、なるほどなるほど。 あ、刺さるんだね。刺さるようですね。 あららららら、あららららら、はいはいはい、はいはいはい、リーパーリーパーいいのか、お前。あー、もうリーパー置いとけよ。まあでも数が多いとリーパーのほら、あれがね。じゃあ私ここでちょっとねやってみたいやつがあるんですよ。これダヴィンチタンクですよ、これ。ダヴィンチタンク毎回動かなかったっけ。いや、一回も試してない。あ、本当、うん、で、奥からリーパー、リーパーでも流しとくか、うん、奥から、はい、奥にね。で、300余ったからなんか剣士3人ぐらい、はい、はい、これちょっとどんな動きをするか見てみたいですね。あ、動くんだ。上にマンモスがいる。うわ、これどんな動きするの。うわ、あらら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 、あらら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 、強いね。面白いね。あ、面白い面白い面白い強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 い。なんか範囲強いね。剣士3人一瞬で死んだ。一瞬で死んだね。あ、面白いこれ。すごい、後ろから死神来てるの面白いな。ゆっくりな、絶望がゆっくり来てるからね。結構耐久も高いな、こいつね。上に引っかかってんすよね。確かに降りてきてくんないと試合にならない。あ、強い強い強い。
さすがにまあ強っ。え、この、え、これ強くない？マンモス今一瞬で死んだけど、一瞬で死んだね。さあ死神が登っていくね。死神の登山が始まりましたね。死神登山が、死神登山がゆっくりと、ね、はいはい、ああ やだろうな、上にいるやつらな、ねえ、うん、どこまで行くんだろうね。あ、多分一人目あそこ狙ってますね、きっとね。ああゆっくりゆっくりとね、もうこいつは仕事は終わったよみたいな感じして、ね、ああゆっくりゆっくり山頂を目指し出したね。急にあ来た来た来た、降りて、はい、まずサクッと、あ、違う、今、あいつの術が決まったのか。なるほど。でもまあ、今、下に降りていってるんで、あいつはダビンチ尺にここされるね。はい。あ、来ましたね。はい、じゃあ、で、上の登山、上で登山。とりあえず、一回山頂経由してな。一旦一番上まで登ってて、ね、はいはい、頂上からね。一旦一番上まで登って。死神が降りてきましたね。はいはいはい、下の処理終わったみたいですね。はい。絶望的な。絶望的な。お、なるほどなるほど。シャーキーンつってな。あおう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 おお。でもなんか死神も大丈夫かも。あ、まあ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 、ね、まあまあまあ、はい、はい、せや死神。あのダビンチタンクもなかなかいい動きをしますね。あ、爆走。さっきの構成でいいんじゃないか。死神行くか。リーパーと、いや死神でいいんじゃないか。だってそれ多分浮いてるやつに当たんないよ。そっか、うん、じゃあ死神ともなんか一緒に行かせようか、これで、うん、いいんじゃない。でまあ500余ったらとりあえず忍者ですよ。はい、じゃあはい、タン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 。なんか天使さ、え、あ、うん、えもう今ごめん、解説する暇もなく、いやもう地上はこいつがもう即殺して、うん、空中はこいつが全部刺したみたいな。でなぜか忍者は死んでいるっていう。いつ死んだんだっていうぐらいの。あ、これ見つけてしまったね。見つけてしまったね。死ん、そうですね、うん、あ、これはもうさっきの、いや落ちちゃう、落ちちゃうかな、うん、あ、落ちなかったわ、はい、終わりですね、勝ちです、ドーン、はい、勝った、負けた、負けた、なぜ誰が、誰が、もう一回やろう、もう一回やろう、納得いかないね、もう一回行こう、同じだ、同じだ、いけるいける、変わってるでしょ、あ、弱っ弱っ、え、こいつ弾一回やられたら死ぬの、そんな、もう一回やってみよう、まさかな、弾でやられるんだ、リンゴ一個で死ぬの、そんな、そんなことないでしょ、あ、よけた、よけた、リンゴよけた、これで勝ちでしょ、あ、オッケー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 、よし、うん、なんだこれ、リンゴで一個死ぬからリンゴ外すまで待ってな、調整してな、はいはい、あ、うーんと、ヒーラーかな、誰守ってるかな、いや違え、王様が銀融詩人を守ってる、わけがわからないよ、銀融詩人ついてっちゃうんだ、うーん、とりあえず死神構成でいく、死神か、もしくはタンク2構成、タンク2でいいと思う、タンク2で1000か、うーん、1000か、うーん、バリスタでも一番後ろに置いとくか、まあ中心で、あ、中心だと壊されちゃうかな、まあでもバリスタ、ま、置いとけば、バリスタでぶち殺してくれるかもしれないし、あの矢の雨はダメなんだっけ、矢の雨1500だね、うーん、まあバリスタにしてみよっか、いいよ、真ん中に置いちゃうよ、ここで最初に貫いてくれれば終わりじゃん、それで、なるほど、やってみるか、うん、これがダヴィンチタンク同士がやっちゃうかな、もしかしたら、あー強えや、これ、あ、これ強え、あ、強え、これ、あ、このタンク強え、忍者に通ずるものを感じるね。だって4000だもん、ね、まあな、強え、これ、だってばらまかれてんじゃん、石を投げてんのかな、ね、やっぱりね、最初に銀融詩人殺してくれたからね、うん、なるほど、なるほど、なるほど、でかいね、釣りがなくなったからいい構成でしたね、はいはいはい、なんだっけこいつら、なんか途中まで攻めてきて落ちてくんだよな、これしかも2000、そうリーパーダメなんだよね、2000か、船の船をなんかで受けさせるみたいな、まあやったよね、はいはいはい、雑魚で船を全部受けさせて、忍者4ってどうにかなんねえかな、とりあえず一回やってみるか、困った時の忍者4だ、うん、これで先にさ、このこいつら下ろして、あ、船が痛いと、一匹潰れちゃったね、死んだけど、あー、なるほどなるほど、船がきついね、いやー、さすがに無理か、はいはいはい、やっぱおとりが必要だわ、なんか受けなきゃいけないな、おとりだな、はいはい、忍者奥にしてもおとりだ、なんか低コストで全部の船の攻撃を受けたいね、バードで、うん、一番低いので、バード一番低いっけ、バードが、まあ、うん、
でこれでもう全部の船を受けさせて落ちてきたやつを忍者で殲滅する。なるほど。じゃあ奥に3人忍者でこう、うん、こんな感じでいいかな。忍者、ね、もうちょっとバード増やしとこうか。はい、どうだろう。これで船を全部受けれればでかい。おお、さすがバード避けるね。さあただちょっともうちょっと船も、あ、そんな逃げる無理か。あ、でも引っかかってるね。あ、引っかかってるからもうこれあと忍者殺してくれんのでは。いやでもこれ投げられちゃうか。投げられちゃうね。生きで、あとはバードしか生きてないな。バードは自殺しちゃうから終わり、ダメと。あ、もうちょっとバードかな。手前で引っかかっちゃうから、うん、なんかバード忍者バード忍者みたいな。なるほどね。サンドイッチ作戦な。そう、サンドイッチでいこう。バード1体でいいと思う、最初のやつは。はいはいはい、1体か、まあ、ワンチャン2体かぐらいでよくて。バード忍者いや、もっと後ろもっと後ろもっと後ろ巻き込まれちゃう。2体ぐらい置こう。バード忍者、あ、2体ダメか。足りないか。いや、ここにバードいてもダメだろうな。ダメ。うん、これ剣コンボとかでいいや。確かにコンボとかで、で最後忍者で最後の砦みたいな。あ、間あれかな、一匹でいいかな。後ろに2人っすか。ごめんごめんごめん。後ろに忍者にして、これでなんとかなんとか船をここまでのラインで全部受けさせてね。うん、はいはいはい、OK、はい、バードは死んでいい。でコンボも後ろから来るから、あ、ダメか。オッケー、まあまあここで受ければいい。あー、コンボ近い。コンボが一気にやられちゃったな。ダメか。あー、2台残してしまったか。あ、でも投げた。なんかいたんだ。失敗したね。いや、はいはいはい、なんかいたんだ、あそこに生きてるやつが。あ、でもなんか忍者生きてんじゃない、それ一人。あ、ほんとだ。うん、挟まって生きてるんだよ。なるほどなるほど。あ、これ勝ちましたね。これ分かったかな。うん、これ勝ったね。まあただこの後すごい時間がかかりそう。そうだね。この船が壊れるのを待たなきゃいけないな、ね、あ、でもやばい、やばいな、ちょっとやばいやばい、オールが、あー、まずいな。船でバリアされつつオールはずるい。リーチがあるね、結構ね。ねえ、ちょっともう一回考えよう。まあおとりは必要だからコンボおとりにしよう、まず。はいはいはい、はい、コンボおとりは決まり。これで2個もらいたいね。2体でいいんじゃない。2体にするか。節約してこう、ちょっとなんか数があれだから。で、遠くから行くか。遠くからコンボ行って、でも最後3人、1500で忍者かな。忍者ダメだったからな。なんかキングでも出す。ちょっと、いや、ちょっと早めに打てる遠距離、手裏剣ほどじゃなくていいから、ちょっと早めに打てる遠距離が欲しい。スネークアーチャー。あ、スネークアーチャーいいかもしんない。スネークアーチャーどこだっけね。あ、ここか。これで5体並べるか。うん、そしたら真ん中にもう一回、もう一回コンボ置いてやって、うん、これでいいっしょ。よし、やってみよう。多分これで受けれるから、まず2台。あ、オッケー、死んだ。あ、なんか、なんか、あ、スネーカーちゃんのヘビに反応してる。そういうこと。それはかなりでかいな。確かに。でも、だったらコンボじゃなかったな、そこ。そうだね。うん、でもこれスネーカーちゃん、これリロードが長いからな。いや、でもいったっしょ。あ、ちょっと落ちてるな。まあでも、あ、はい、スネークに引っかかってくれてる。スネークにすごい。もう一射いければ。素手できたな。もう一射、頼むよ。殴りかかってきた。あー、捕まれちゃった。もう一射、遅い遅いねー。オッケーオッケーオッケー。いや、微妙ー。ダメかー。でもスネークアーチャーのスネークに引っかかってくれるのは、ね、いい情報。はい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 。スネークアーチャーそんなにいらなかったな。最初に1体置いとけば、そいつに向かって、最初にコンボ1体だけでいいんだ。コンボ1体置く。で、そこで 2個船が飛ぶってくるでしょ。はいはいはい。でもその後ろスネークアーチャーが、まあ3体ぐらいでいいんじゃないか。そうだね、こんないらないな。ああ、3体ぐらいで飛ばしてもらって、そしたら忍者2だ。なるほど。ここに真ん中に忍者2置けばどうにかなんじゃね。なんねえかな。いや、いけると思うよ。ああ、スネークアーチャーのこれで2個。スネークはかなり ここれで出るのがかなり優秀で、ここであとは、もうあとは忍者がどうにかしてくれる。ただリーチがなちょっと長いんだな。リーチとあとなんかこのなんていうのかな、あー、若干な。 いけるあ、沈んでくんだね。なるほどなるほど。船がね。オッケーオッケー、ナイス。スネークアーチャー、オッケー。いや、ちょっと考えた。そうね、忍者中心だったけど。ちょっと考えた。スネークアーチャーにこう船が誘発できるっていう、ね、ってのはかなりいいね。はい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 。おっと、お、天使じゃん。あー、びっくりした。今リーパーって考えたけど、ね、俺もリーパー出そうと思ってたけど。600だからな。なんか突っ込んでくんだよね、すぐね。なんか1体踊りにして、はい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 、なんか後ろからもう1体出せば900か、うん、1体なんか出して、もしくはあの引きずり下ろすやつやるか。これで下に引きずり下ろすとか。あいつが突っ込んでくるでしょ、だってこれでやってみる。いいよ。
バードで突っ込ませよ、バードに突っ込ませよ、はい、バードに突っ込ませて、でこれをこいつを引きずり下ろして、で後でコンボでみんなでボコボコにするだからこいつ一人で、まあまあまあ、こいつ一人でなんとかなった、ね、まあまあまあ、はいはい、そっか、天使は引きずり下ろせばいいのか、あ出たね、スネークアーチャーじゃんね、こんなのね、これさ、一回リーパーやってみない？ああ、どういう動きになるかな。トゥーリーパー、トゥーリーパーで、トゥーリーパーでスネークアーチャ ー, ー, チャー、やってみよう。いいんじゃないか。さあスネークアーチャーに船が反応した。あとはもう地獄だな。いやスネークアーチャー強いな。船に対するスネークアーチャーがマジで強い。強い、ね、こいつはいいわ。リーパーも強いけどな、もちろんな。おっとミノタウルス1万。え、ま、上の方見てゼウスとかいいんじゃないの。え、まあ全部ミノだからな。え、ちょっとタンクやってみる。コンボ舞台どう。いや、コンボはこいつに蹂躙されちゃうんじゃないかな。リーパーもあれだろうし、あの量入れればって感じもするんだけどな。じゃあタンク、タンク、コンボ全部、これでどうだろう、うん、okay。 まあ、多分コンボたちがこれで死ぬでしょうね。はいはいはい、はい、まああとはもうこれで、まあ、踊りになってくれてるからな。そうね、確かに。まあマンモスは死んだ。あ、オッケーオッケーオッケー。いやだからこれこれが強えんだ。本当にこれ2台あったらそれは強えわ。強えな。1万もなくてよかった。あ、そうね、ミノ。お、ミノだ。さあしたら囲んでやるか、下で。そうだね、うん、下で囲んでやろう。その下の方に、そう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 。ゴーゴーで、ね、お、じゃあ1匹ちょっと50が余ったんで、あのカツアゲくんが50なんで。カツアゲくん、あ、そいつね、はい、そいつ上に置いとけば。こいつはもう真っ向勝負してもらおう。お、あ、いいじゃん。はい、わあ、降りた、はい、はい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 、かわいそうにな。はい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 。かわいそうに。いや、ミノね、大群に弱いからな、しょうがないな、ね。いや、慣れてきたね。慣れてきたね。あ、こんなのだってね。あ、あいつ OK よ。あ、でも、4500か。な、あっちの方がいいかな。ピッキー、あ、タンクの方がいいかな。手前だって何、こいつは毒瓶。あ、バイキング的なやつか。こいつら何、手前のやつ。あ、ちょっと強いかもな。まあ、リーパー追いくか、とりあえず。なんか1匹、なんか何匹かこう手前にちょっと、うん、あのおとりを置いて、おとりに気を取られてる隙に後ろからリーパーがぐちゃぐちゃにしに行くと。じゃあ縦、縦とかこんなもんにしとく。いい、うん、で500多すぎるか。500多すぎるね。あ、そんないらないか。1000余らして忍者置こう。忍者を2体な。忍者2体ちょっと後ろからこんなもんか。いや、もっと後ろでいいんじゃない。そのリーパーがなんかこう、なんつうの、処理し損ねたやつを忍者が殺す。なるほどね。おっと、なるほどね。まあ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 、リーパーが強い。思った動きと違うな、敵が。まあでも、そんなの関係なしにリーパーが強い。リーパーが強い。だって、まだこいつ手裏剣一回も投げることなく、え、どこですか、どこですかって言ってる間に終わってしまったみたいな感じだったね。ほんと強えな、こいつ。狂ってんな、マジ。死神だもんね。まあな、うん、人間じゃないからな。そう、他人間なのにな。お、水軍だ。ほう、船らしいことしてくるじゃねえか。ねえ、まあ、スネークアーチャー撃つか。まあスネークで、この辺にスネークちょっと置いとけばさ、あそこで勝手に、はいはい、投げてくれんじゃないの。1,2,3、こんぐらいか。3体ぐらいでいいかな。で、あとリーパー置いとけば、まあ、あとにかな。リーパーでいっか。うん、いいんじゃない。さっきのあの、なんだっけ、ナポレオンなんちゃらみたいなのはちょっと使いづらいでしょ。はいはい、ダビンチ。こっち側でいいんじゃない。こっち側で。あいつは多分上陸するとしても、あっちから上陸してくるから。なるほどね。上陸してきたところを攻めて、残りの1600はどうしようか。1600どうしようか。わらわら、なんか出す。まあそうだね、なんでもいいかもしんない。まあここら辺のものはちょっと適当に。うん、いいんじゃない。なんでわらにしてもいいか。なんかわらわらっつったから、あ、わらかいっつって。そうかいっつって。全員上向かうの。ほう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 。なんかちょっと考えてたのと違うな。なるほどなるほどなるほど。あ、さっきもそっちから上陸してくんのね。なるほどね。あ、そう。
まあ、まあそのうちリーパーが後ろをギュッて振り向くでしょう。多分、ね、振り向いた瞬間やつら最後よ。あ、うん、あちゃんと刺してな。あ刺して。ああ。おおおお。ああ。サクサクサクとな。あららら。ああぐるぐる回ってますね。回り出した回り出した。あらららららら。すげえ。俺敵に死神出てきたらどうしようと思ってる。これどうすんだろうね。化け物すぎる。化け物だなこいつ本当に。すごい強いやつでしょ。うん。もうだって。うわ。しばらくリーパーでいけそうですね。そうだね、はい。忍者の次はリーパーか。そうですね。見つけてしまいましたね。はい。はい、ということで、まあ、かなりサクサク。そうですね。はい。まあ、ぜひアドベンチャーも、まあ、もうそろそろ終わるんじゃないかというところで。はい。はいはい、まあ、ということで、次回もやっていきたいと思います。はい。はい。それでは今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。